CLK GT-R メルセデスベンツ CLK GT-R は、メルセデスベンツと AMG が1997年、FIA GT 選手権参戦用に開発した FIA グループ GT1 のグランドツーリングスポーツカーである。CLK GT-R GT11996 年で国際ツーリングカー選手権が終了したことにより、国際自動車連盟は、 BPR が主催して1994年に発足した BPR グローバル GT シリーズという国際耐久シリーズを FIA 直轄とし1997年により FIAGT 選手権としてスタートさせた ITC 終了で戦いの場をなくしていた AMG メルセデスはわずか128日という短期間で GT1 マシンを製作しこのシリーズに ワークス参戦した。エンジンは6リットル V 型12気筒を搭載。エンジンの開発にあたっては、マクラーレン解1を購入し、エンジンを自社開発した V12 エンジンに換装して、テストを行っている。このため、当初はマクラーレン解1をベースに作られるのではという噂が流れていた。当時の GT1 期は1台でもロードカーを作れば、 コモロゲーションを取得できたが、ロードバージョンは25台も製造され、実際に販売された。シーカー同様、モノコックはカーボンコンポジットであるが、ローラがシャジーの製造を手掛けたと言われている。レース使用者では、右手の切断事故の後遺症があるアレッサンドロナニーニのために、2つに分かれたシフトレバーを搭載した特別使用車が用意された。それぞれのレバーを押し分けることで、 シフトダウンとシフトアップができるようになっていた。もちろんその他のドライバーでも押し引きすれば通常と同じようにシフトチェンジできるよう工夫が凝らされていた。固定式のリアスポイラーを使用するロードカーと異なりセンターにステーを設けた大型のリアウィングが装備される。シーズン序盤こそ信頼性不足で苦戦するが第4戦ニュルブルクリンクで 初優勝を遂げると、あとは、快進撃を重ね、全11戦中6勝を挙げ、チーム、ドライバーズ、ベルントシュナイガーのダブルタイトルを獲得した。翌1998年は、ワークスチームも、第2戦、シルバーストンまで使用したほか、プレッソンチームにも供給され、プライベート参戦した。第3戦以降、および、ルマン24時間レースには、 後継マシンの CLKLM を投入することになる。プライベーターからのエントリーはなく、ワークスチームが CLKLM2 台を投入しただけに留まったため、結局ルマン24時間レースにこのマシンが姿を見せることはなかった。サイドビューがルーイングドアを開けた状態 CLK GT-R ロードスター CLK GT-R は25台のロードカーが販売された。 1999年当時の価格は307万4000マルクと非常に高額であった。トランスミッションはクラッチペダル操作が必要なパドルシフト式6足、シーケンシャルシフトでセンターサイドコンソールにバックギアのレバーがある。ニュートラル時にこのレバーを引き上げるとバックギアに入る。快適装備として車高調整機構、パーキングコントロール、ABS、トラクションコントロール、 エアコン、オーディオなどを備え、GT1 マシンの市販車両にしては快適性は高い部類である。ところが、ウィンドウを開く機構は存在せず、最小回転半径は7.5メートルと非常に大きい。ドアは A ピラーにヒンジを設けたバタフライドアを採用し、乗降性の向上を図っているが、再度知るがかなり広いためマクラー連海1などと比べると、乗降性は良くない。 シートは CFRP 製のフルバケットシートを使用しており、購入者の体格や思考に合ったセッティングが施されるため、前後のスライドはできない。衝突安全性は考慮されており、運転席と助手席にエアバッグが装備され、フロントカウル内にはクラッシュボックスも備える。通常バージョンの市販が一定数に達した段階で、特別使用者として CLK。 GT-R ロードスターがごく少数発売された A ピラー以降のルーフをオープントップにしており、その後部はロールバージョンに2つの隆起があるほか、各所のダクト形状の形状が改められているのが外観の特徴である。購入者は AMG によって厳正に審査された上で、プロのレーシングドライバーによってドライビングレッスンを受けることが義務付けられていたと言われている。 そのためメーカーからの直接購入に限定され、並行輸入等はメルセデスが厳しく監視していたと、される。中古車の売買に関しても同様。日本にも数台輸入されている。そのうち一台は、小室哲也が所有していた。本人曰く、乗りこなせないことが分かって、飾り物にしていたとのことである。しかし、メルセデスから直接交渉して購入したのではなく、 メルセデスが特に警戒していた並行輸入によって購入したと語っており、そのために本の行動では走行できなかったとみられる。CLK、GTR ロードスターも所有していたという。なお、世界に一台しか存在しない右ハンドル仕様は、世界有数の資産家の一人であるブルネー・ノボル、キア国王の愛車でもある。ありがとうございます。